今日は4月18日です。今日から、ですね、2段ベッドを作っていきます。その2段ベッドさえ作れば、あとは細々かたして、もうオープンしたっていいんで、まあ、それに向けてやっていきます。今誤算があって、これ10センチ角じゃなくて9センチ角ばっかりということで、今困ってます。今それの寸法を測ってどうにかします。今回はですね、まあ、久々の大工仕事ですね。で、このベッドはですね、まあ、若干ね、高くなりましたね。70から80センチ上げました。で、上げたベッドの下に、サイドチェストとか、まあね、服を入れるような引き出しを入れてます。まあ、我ながら、一応寝てはみましたけど、まあ、自分が苦労して作った分だから好きですね。寝心地は好きですね。まあ、ただですね、このベッドを作った部屋は、一旦壁壊してですね、通路にしようと思ってますね、現段階で。そっちの方が間取り的にもちょうどいいので、部屋が1個減りますけど、そっちの方がスカッとするんですよ。間取りもそうだし。なので、まあ、それもあって、今ちょっと改装している最中ですね。まあ、行き詰まったからなんか飯を組みながらぼんやりやってたんでやったんだけど、大幅な設計変更をして、やっていこうかなと思います。まあ、2段ベッドじゃなくて、まあ、一応中段のちょっと高めのロフトベッドにしようかなって感じです。2メーターじゃなくて、まあ、とりあえず180で切ってやっていきます。まあ、このベッド作るって廃材なので、まあ楽しかったですよ。楽しかったっていうと、まあ悲しいですけど、まあこのベッドもですね、形を変えて、もう一回材使えるところは材を使って、もう一回組んでいこうかなと思っています。まあ一応ですね、YouTube で、探して、おこもり空間っていうベッドを作ってる人いたんで、まあ、それをですね、作ろうかなと思います。まあ、そうすると2段ベッドまた分解するんで、それとの兼ね合いかなとは思いますけれども、そしたらですね、2段ベッドの下のワークスペースの机を取って、そこにまたベッドを置けばいいだけの話なんで、まあ、ここら辺はね、せっかく揃えたものなんで、やっていきたいと思います。それなりに材料をね、ちょい、買い足すとめんどくさいんで、とりあえず今あるものを使い切るか使えなくなるまで端材にして、それから捨てていこうかなと、今思ってます。そしてですね、まあ、今の段階はですね、やっぱり秋田県の大雨があった影響もあり、まあ僕、ここの家はね、全くなんともなかったんですけど、まあちょっとここから2、300メートル歩けば、まあ、景色全然違うんですよね。だからすごい紙一重でいいところの立地を、まあ、買ったんだろうなとは今回の大雨で思ってます。まあ、ただね、毎年の夏前ですよね、ちょっと季節悪くて、これから台風でしょ、梅雨、毎年の梅雨でここまでになられたら若干きついっすよね。だからまあ、うん、そこら辺も含めて来年どうなるかはわかんないですけど、一旦、やりきるところまではやりきるつもりでやってます。で、まあ、この家を買って、まあ、買ったからもう直さなかったら、まあ、自分生きれないっていう追い込みをして、3年前にね、買って、家の中にテントがあった時代もあるんですよ。寒くて寝れねえから。でね、体冷やして、背中、床下の冷気でね、腹冷やして、ずっと下痢してたとかいう、かなりこの、健康的にちょっと命の危険性のある家だったわけですよ。でまあ、今、床下、床直して、床の、ね、湧いてくる水の謎も解けて、で今に至ったんですけど、やっぱりその朝埋まってる、まあ、不等振動が微妙にわからない、あれですね、台所下の水道管の養生をするかしないかと、やっぱりその冬場住んだ場合の電気代ですね。一旦ですね、ヒーターをつけっぱなしでスキー場行ったんですよ、一昨年で。そうするとね、実は、ヒーター1本5アンペアなんですよ。で、水道管が立ってる
本数全部やってるから、トイレの含めておよそ7箇所なんですね。でそれが5アンペアなんで35アンペア常に使ってる状態だから、まあまあ高かったですね。1万じゃ効かなかったですね。なんで慌てて、で休みの日にスキー場から帰ってきて切りましたけどね。うん、まあでもこういうスキー、やつもね、なんとなく大工仕事が、ね、できるようになるとかなり強いっすよ、マジで。僕は今そう感じてますね。なんで多少何かが壊れたとかじゃ全然こうビクともしないんで、やっぱりここら辺はいいかなと思ってます。まだまだこう夏対策ですね。暑いので、まあ、屋根にペンキ塗ったり、まあ、ちょっとまだ窓の隙間風が入ってきてしまうので、気密性をもうちょい上げていくというところまではやっていきたいと思います。やっぱりその季節的な、なんだろう、山小屋っていうのかな、まあ冬になったら山小屋のね、虫が下山して閉めて下山するみたいな、まあね、学生の時あの銀嶺荘とかも行ったことあるんだけれども、まあそんな感じの場所になるかなっていう今の俺の、あの、なんだろう、主観というか、まあ感想っすね。家をくまなく見てみて、そんな感じですね。はい、ですね、あとはこれからまあちょっと根詰めすぎたから、まあ遊んできますわ。まあいろいろここを起点にして祭りとかって行きやすいんで、まああと外ごもりプレイスとかのサイト動画とかいろいろ、まあ僕がやりたいなと思っていることは全部スピンオフしてワンカテゴリーワンサイトみたいな感じに展開していくんで、まあ多分自分のブログで告知すると思います。まあ暇があったら関東祭りとか見に来てみてください。ではでは。